ケイシー・ジョーンズはアメリカ合衆国の元バスケットボール選手、指導者、テキサス州ーテーラー出身、NCWA、オリンピック、NBA ファイナルと当時のアメリカバスケ界の主要タイトルをすべて制覇した。NBA 随一の名門チームであるボストンセルティックスの重要人物であり、1960年代の伝説的な8連覇時代の主要選手として発掘。 1980年代黄金期のヘッドコーチとして2回、計10回の優勝を同チームにもたらした。1989年には電動入りを果たし、背番号25はセルティックスの永久欠番となっている。名前のケイシーは略称ではなく、これが本名である。鉄道エンジニアの父、ケイシー・ジョーンズの名を取って、ケイシーの名前を与えられたジョーンズは、 貧しい幼少時代を過ごし、そして彼が9歳の頃に両親は離婚し、ジョーンズは母についてサンフランシスコに移住した。サンフランシスコの商業高校に通ったジョーンズはここでアメリカンフットボールとバスケットボールの選手として頭角を表し、奨学金を獲得してサンフランシスコ大学に進学。ここでジョーンズは生涯の名優となる。 そして当時はまだ無名だったビル・ラッセルと出会った。ジョーンズトラッセルを擁したサンフランシスコ大学は1955年から1956年にかけて驚異の56連勝を記録し NCWA トーナメントを連覇した。大学卒業後、ジョーンズトラッセルはメルボルン五輪のアメリカ代表に選出され金メダルを獲得した。しばしばバスケットボール史上最高のディフェンダーと 評されるラッセルと同様に、ジョーンズも優れたディフェンダーであり、特に一音一でのディフェンスやスティールの技術は高く評価された。二人とも決して優秀なスコアラーではなかったが、このコンビは、カレッジバスケ界に旋風を巻き起こし、サンフランシスコ大学の成功は、オフェンス変調の時代にあった当時、ディフェンスの重要性を見直させるものとなった。 生涯の友好を結んだジョーンズとラッセルだが性格は正反対で社交的なラッセルに対しジョーンズは内向的な性格でありラッセルの解雇ではジョーンズは最初の1ヶ月は一度も口を開かなかったというボストンセルティックスのヘッドコーチレッドアワーバックは1956年の NBA ドラフトでビル・ラッセルを獲得するとともに2巡目指名で ジョーンズを指名するが、しかしジョーンズは兵役に着いたためすぐに入団は、しなかった。このシーズン、セルティックスは、初優勝を遂げている。ジョーンズは1958年に上退するが、セルティックスへの入団はまたもや先延ばしされた。ジョーンズは、大学時代はほとんどアメフトはプレーしていなかったが、NFL のロサンゼルスラムズからドラフト指名を受け、いくつかのエキシビジョンゲームに参加した。 しかしこの時足を故障し、ジョーンズは NFL でプレーすることを断念した。その後ジョーンズはセルティックスのトレーニングキャンプに招かれ、ようやくセルティックスに入団した。ボストンセルティックスのバックコートには、ボブクージーとビルシャーマンという二人の偉大な選手がいた、ため、ジョーンズのルーキーイヤーは、平均12.4分の出場で3.5得点の成績だった。 セルティックスはこの年のファイナルも制覇し、そしていよいよ伝説的な8連覇時代へと突入する。セルティックスが順調に優勝回数を増やしていく中、1961年にはシャーマンが、1963年にはクージーが引退するとようやくジョーンズは先発に昇格し、王朝のバックコートはケイシー・ジョーンズとサム・ジョーンズ、二人のジョーンズに委ねられた。 二人の偉大な選手の引退後もセルティックスのバックコート陣は弱体化せず、ディフェンスに優れた KC、オフェンスに優れたサムとバランスの取れた陣容となり、さらに優勝回数を増やしていった。ジョーンズのキャリアハイは1960から61シーズンに記録した平均9.2得点と成績そのものは決して派手なものではなく、そのためオールスターや個人賞とは 無縁だったが、彼のディフェンスはセルティックスにとっては欠かせない武器となり、またオフェンス面でもチームメイトにパスを供給する優秀な司令塔として活躍し、1964から65シーズンに記録した平均6.3アシストはリーグ3位に入った。特にディフェンスでの貢献は顕著で、当時のオスカー・ロバートソンやジェリー・ウェストなど、その時代を代表するスコアラーたちが彼のディフェンスに、 苦しめられた。もし当時、オールディフェンシブチームがあったならば、彼は確実に常連だっただろうと言われている。1966年に、セルティックスは9回目の優勝を果たし、8連覇を達成。ジョーンズも自身の優勝回数を8に伸ばした。34歳となっていたジョーンズはこのシーズンを最後に、現役から引退した。ジョーンズの引退と同時にアワーバックもヘッドコーチから、 知り添き、セルティックスの連覇記録はここで途切れることになる。NBA 通算記録は旧シーズン676試合の出場で5011得点2908アシスト、平均7.4得点4.3アシストだった。現役から引退したジョーンズは1967年から1970年までを、ボストン近郊のブランダイス大学のヘッドコーチとして過ごして後、 現役時代の宿敵ロサンゼルスレイカーズでヘッドコーチを務めるビルシャーマンの招きによりアシスタントコーチとして NBA に戻った。レイカーズは1971から72シーズンに驚異の33連勝を記録し悲願の優勝を果たしている。レイカーズを退団したジョーンズは NBA のライバルリーグ ABA のサンディエゴ・コンキスタドアーズのヘッドコーチに就任。 1>, 1シーズンだけ揮し、成績は30勝54敗だった。1973年からは、ワシントン・ブレッツのヘッドコーチに就任。就任2年目の1974から75シーズンには、ブレッツのフランチャイズ記録となる60勝を挙げ、プレイオフでは、フルス・セルティックスを破って、ファイナル進出を果たした。あるアトルス HC 率いるゴールデンステート、 ウォリアーズとのシリーズはアメリカメジャースポーツ史上初の黒人ヘッドコーチ同士の決勝となった。ファイナルはレギュラーシーズンの成績で遥かに上回るブレッツの圧勝かに思われたがブレッツはまさかの4戦全敗を喫し優勝は叶わなかった。翌シーズンは48勝34敗と大幅に勝率を落としジョーンズはヘッドコーチから解任された。 その後の7シーズンのうち6シーズンをアシスタントコーチとして過ごしたジョーンズは1983年からビル・フィッチの後を継いで第9代セルティックスヘッドコーチに就任した。周囲はジョーンズが単にアワーバックのお気に入りだったためにヘッドコーチに選ばれたと思ったが選手たちはアワーバックの決定を支持した。劇場家として知られたフィッチとは 対照的に穏やかで滅多に怒鳴らないジョーンズを選手たちは歓迎したのである。当時のセルティックスはすでに60年代、70年代中盤に続く第3次ともいえる黄金期を迎えており、ラリーバード、ケビン・マカヘール、ロバート・パリッシュという史上最強と歌われるフロントラインを要していた。またジョーンズがヘッドコーチに就任した年にデニス・ジョンソンも加わり、 ますます充実した陣容となったセルティックスは、このシーズン62勝を記録し、ファイナルでは宿敵レイカーズを破って優勝を果たした。ジョーンズにとっては、選手時代と合わせて9回目の優勝となった。翌1984から85シーズンには63勝、さらに翌1985から86シーズンには、フランチャイズ記録となる67勝を記録。 この3シーズンの勝率は78%と驚異的な数字を誇り、これは1990年代後半にシカゴブルズに破られるまでの NBA 記録だった。ジョーンズは少なくとも数字上では最も強かった時代のセルティックスを率いたヘッドコーチだった。67勝を記録した1985から86シーズンにはヘッドコーチとなって2度目の優勝を果たした。 ジョーンズは選手権人だったビル・ラッセルを除けば複数回優勝した NBA 史上初の黒人ヘッドコーチとなった。翌シーズンもセルティックスは59勝の好成績を記録し、さらに翌1987から88シーズンも57勝を記録したが、ジョーンズはこのシーズンをもってセルティックスのヘッドコーチから退いた。ジョーンズが率いた期間のセルティックスは勝率。 751だった。コーチを辞したジョーンズは、その後セルティックスの球団副社長として、アワーバックを補佐した。1989年にセルティックスを離れた、ジョーンズは、シアトルスーパーソニックスのアシスタントコーチを経て、1990年にソニックスのヘッドコーチに昇格したが、このシーズンは、プレーオフには導いたものの41勝41敗と、 平凡な数字に終わり、翌シーズンも序盤を18勝18敗と成績は横ばい状態となったため、シーズン途中に解任された。NBA でのコーチ通算成績は10シーズン774試合、552勝306敗、勝率674。プレーオフ進出はシーズン中に解任されたソニックスを、除けば9シーズン全てで果たしており、 ファイナル進出は5回、優勝は2回である。ソニックス対談後は、デトロイトピストンズのアシスタントコーチを経て、1995年にセルティックスに戻り、80年代セルティックスの選手だった、m l ら h c の下で2年間アシスタントコーチを務めた。現在は、ハートフォード大学の体育事務所に勤めている。ありがとうございます。